マルキーニオスこと、マルコス・アントニオ・マラシアス・ジュニオールは、ブルガリアとブラジルのサッカー選手。元ブルガリア代表。ポジションは MF。2004年に CA グアスアーノで、選手となった。2006年2月に PFC ・ベラシチャ・ペトリッチに移籍。3月4日にブルガリアデビューとなった。シーズン終了まで13試合後得点の結果を残し、クラブの降格危機を救った。 2007年5月28日に PFC クスカ、ソフィアに移籍、移籍金は15万ユーロ程度とされている。8月11日に移籍後初出場。2008年3月8日にはフルスベラシチャペトリチから得点を奪った。2009年8月6日には UEFA ヨーロッパリーグ2009から10予選でデリーシティ FC から得点を奪い、プレイオフ進出を決めた。 同年12月に負傷し数ヶ月離脱。2010年11月4日に UEFA ヨーロッパリーグ2010から11グループリーグで SK ラピードウィーンから得点を奪い勝利をもたらした。2011年5月25日にはスパスデレフの得点をアシストしブルガリアカップ優勝をもたらした。その後アノルトシスファマグスタ、長春アタイ族級クラブに在籍した後、再び ブルガリアに戻った。2016年12月16日に PFC ・モンタナを退団し、指導者の道に進むために選手引退を表明した。しかし2017年3月に FC カスカベウで選手となり、2018年1月9日には AAA ・カウデンセに移籍した。 2011年5月27日に行われたコルシカ党代表選及びモンテネグロ代表選のメンバーに選出された。5月31日のコルシカ党代表選でデビューしたが、コルシカ党代表は国際サッカー連盟、欧州サッカー連盟のどちらにも加盟していないため、非公式デビューとなった。公式試合初出場は6月4日に行われたモンテネグロ代表選であった。 ありがとうございます。